おいっす、こんにちは、メルです。今回バレリア使って裏闘技場やっていきたいと思います。チーム HP アップ4個持ちで喋ると鍛えてもらいましょう。ということで4色以上同時攻撃で攻撃力7倍の7コンボ上で攻撃力と回復力が3倍、21倍になってんで441倍出しますかね。まあ火力もめちゃくちゃ高いっていうことで、本人コンボ強化ないんですけども、今回はサブでコンボ強化染めにしてコンボ強化エンハンスも活かせていけたらいいかなっていうことでやっていきましょう。こうするか。はい、 OK。で、ちょっとね、汚い話から入って申し訳ないんですけども、昨日のですね、昨日の動画、ロシェ使ってみた動画ですね。ロシェ使ってみた動画、まあ朝の6時ぐらいまで撮ってたんですけど、あれ、友人がね、家に泊まりに来てたんですよね。それで、まあ、隣の部屋に待っててもらったんですけども、あー、ずれましたね。で、なんか友人が家に来てる時って、便意を我慢する傾向にあるんですよ、私。ちょっとあるあるかも、ちょっとカットしますね。はい、ということでですね、便意をね、我慢する傾向にあるんですよ。だから、多少お腹痛いけど、まあ、いっか、みたいなね。まあ、一人の時は行くんだけど、トイレに。まあ、友達いるし、なんか楽しいから忘れちゃうというか、まあ、平気というかね、まあ、そんな感じになっちゃう時があるんですよ。まあ、基本的にそうなんですけども。で、まあ、昨日もそんな感じでして、あー、ちょっとめっちゃ繋がったわ。昨日もそんな感じで、まあ、寝る前とかもね、ちょっと払いたかったんですけど、あー、まあ、いっか、みたいな、朝6時ぐらいね、動画撮り終えて。まあ、とりあえずロシェ撮ったから、今日は、一回休もう、みたいな感じでね。で、そんな感じで休んでて、で、まあ、朝迎えましたと。朝だったわ。もう寝た、まあ、寝なかったんだけど、正直、あんまり。ちょっと寝よう、みたいな、ちょっと休んで、ほんで、まあ、友達をね、家まで送るわけですよ。で、まあ、帰ってきたら、午後ぐらいで、12時、13時ぐらいで、で、ちょっとご飯食べるか、つってご飯食べたら、めっちゃ腹痛く襲われて、もう、究極の腹痛。もうなんか、うんことかそういう話のレベルじゃなくて、もう、腹痛すぎて、うんこも出ないレベルで痛くて。で、トイレにずっと困って、本当はね、バレリアの動画撮ろう、先に撮ろうと思ってたけど、ちょっとバレリア、うんこって、うんこに負けて、バレリア欲がちょっとうんこ、なんか勝っちゃったから、これお茶も消えねえかな。1個消えたわ。で、ですね。で、トイレにこう駆け込んだんですけども、痛すぎて何も出ねえのよ、逆にね。痛すぎて何も出なくて。まあ、ちょっとしばらくして、ようやく出たのが、普通のうんこと下痢の両方が出るっていうね。もう、めっちゃ汚いけど、マジで腹痛くて、両方出るっていうね。最初にまずでかいの出て、その後ブルッってね、ブルッって出たからね、やばかったわ。やばかったよ、本当にね。皆さんもね、究極の腹痛、ちょっと一回襲われてみた方がいいかもしれないですね。めちゃくちゃ痛いですよ、本当に。なんかもう、シャレにならん。多分あの状態でバレリアの動画を撮ったら、うんこでずっと終始うんこの話してる。うんこが、マジさ、今日の、やべ、うんこみたいな感じの話してたから、まあよかったわ。キョンシーまで来たわ。とりあえずキョンシー、光がね、闇は多分滅びるわ。滅びるはするけど、光がちょっとやばいかもしんないよ。下手に残したらめんどくさいことになりかねない。光を、オッケー、そういう感じね。で、ユーナ貼り忘れないようにしなきゃ。とりあえずここでユーナ貼っとかないと、オーガン先生受けきれないから、ユーナ貼っときましょう。はい、こっちでこうするか。よし、ちょっとやばいね。指あんまりないから、あんまり甘ったるいパズルはできないわ。普段のような手繰り寄せパズルはできるだけ控えよう。最短、できる限り最短で4ターン空きだから。あー、でも両方多分火力で抜いちゃうんだよな。普通に抜いちゃうと思う。はい。あー、降ってきたし、もうこれさよならだわ、多分。両方さよなら。色が一色しかないのは木か。とりあえずこれと、木。で、普通に倒します。
気持ち置いといた方がいいような気もしなくもないんだけど、ちょっと光り気持ち置いとく。うん、欠損は木だけかな。他はあるね。ここで欠損したらちょっとやばいんでね、結構ガチめに。あーでも大丈夫かな、回復さえしてれば耐久はできるかもしんないけど。でとりあえず風神はあるから、うん、ちょっとミスったねちょっとミスったけど、まあまあ倒せるっしょ。トティスは出る分には一旦大丈夫で、トットンもとりあえずは、うん、OK。 ただね、ゴエゴエ受けきれないので、これサマソー溜まっちゃうな。どうすかな、ここで打っといて、覚醒向こうがだってね、この後来られたらやばいからね。一回ここで打っとこう。サマソはいらない正直。風神たまんないね。オッケーオッケー。なんかすごい落ち込んくるね。でいらない色をちょっと貯めつつ、半減じゃ耐えれないんすよね。12万だからギリギリ受けきれないと思うんで、まあちょっとゴエゴエは出ないことを願おうかな。ゴエゴエは出ないことを願います。ちょっと運要素絡んじゃうんですけども、ご勘弁。ノアとか、うーん、光イザナミとかノアとか。闇イザナミゴエモンはきついな。闇イザナミかゴエモンはきつい。うわ、闇イザナミか、ちょっとな、闇イザナミやな、操作時間的なあれがきついんすよね。半減でしょ。 4.75 秒初期パズドラ。初期パズドラはね、難しいっすよ、さすがに。このご時世ですからね。まあ、頑張ろうか。水がちょっとやべえな、あの位置。水遠いから水持つか。木もやべえな。どうする?まあいいや。落ち込みにちょっと頼る面はあるとは思うんですけども、頑張っていきましょう。4秒ね。うわー、ギリギリ間に合わなかった、水が。根性取れ、根性。これねー、7コンボ以下吸収でしょ、確かね、来るの。やばいよね、ほんとに。ワンパンしたくないんだよな。ワンパンはしたくない。ワンパンはしたくない。根性取りたい。一旦根性取りたいです。根性取りたい。あとちょっとなんだよな。あとちょっとで取れそう。サマソが溜まる前にもう一発。あーでも違う、次あれ来るわ。なんだっけ、割合、何パーセント割合とか、それでしょう。知ってるよ、それ来るの知ってんだから。本当にだから、ユーナ貼っとくしかないか。ユーナ貼るか。ユーナ貼っとけば耐えれんのかな。ちょっとその辺も曖昧なんだよな。やばいやばい。逆にね、逆にここで根性まで行くっていう。これさあ、でもこれドロリフだから、ドロリフだからさ、超クレーム対応じゃん。まあ、ただこれで8コンボできるかって言われたら、さてみたいな感じのところあるけど、組みにくくはないんだよな。組みにくくはないけども、8コンボはちょっと、4秒で8コンボすか。なかなか厳しいことを言う。うわー、火がつながるな、俺のイメージでいこうとすると。むずいな、5、6コンボは組めても、それ以上はちょっときついかもしんない。頑張ろうか。
オッケー、ようやった。ようやったわ。これはようやった。ナイス11コンボ。頑張った。よくやった。バルファルク使えるわ、これで。欠損してね。操作時間、こっからもね、ずっとつきまとうんすよね。よし、回復めっちゃ降ってくるね。倒す。いやー、カグ土来たらやべえんだよな、この盤面で。パールとかでいいんだけどな。よし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 。ちょっと耐久します。スキル耐えます。よし、結構耐久させてもらった。スキルは全体的に溜まった。これで、ぶち抜けていこう。ボス戦まで。よし、いけるんじゃないですかね。あー、もうぶち抜けれねえわ。ちょっとここで耐久せんといけんくなった。これ多分削れるぞ。 75% カットでもレイヤー武器使っていこうか。多分円放しで普通に削っていけるんで、ここで遅延します。多分いける。いけなかったらもうそれ終わりを意味するよ。いやー、いけると思うんだよね、火力的に。うわー、でも円波、微妙だな。ちょっと円波欲しかったかもな。火属性上げてもね、しゃあないんだよね、実際。でも円波スはね、使いたくないからな、ここで。光の落ち込んが欲しい。光の落ち込ん、光来てくれよ。オッケー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 。いける、多分いける、多分いけるぞ。ちょっとギリギリだな、本当に。あ、待って、あれだ、リファイブの先生のあれしてない。ミスった。リファイブ来ないで、リファイブ来ないで。ライナー張ってないっす。ちょっとリファイブ許して、マジでリファイブ許して、本当に勘弁して。フラグビンビン、フラグビンビンですけど。いや、もうディエイトロスとかイルシックスでいいじゃん。ナインガルダか。これライナー貼っとけばなんとかなるかな。ドロリフじゃ、ドロリフだったらよかったね、これ。ライナー貼っとけばまあなんとかなる説。どうすか、どうすかね、これ。何してくるんだっけ。回復するよね。回復からの、強すぎじゃないお前。あー、やばいな。とりあえずヘラまで来たぞ。ヘラまで来た。で、追加攻撃もあるし、エンハンスは捨てたんだったわ。勝負はここで決めるか。エンハンスなしでもいけるかなと思って串灘にしたんだよね。っていう感じでここまで来ております。一旦普通にワンパンしようかなと、こいつは。遅延してますんで、雨宮優、まあ光メタトロンを削り損ねない限りはこれ以上覚醒無効解除することはないので、一旦ここで落とします。とりあえずいいわ。普通にコンボしますよ。ほんでよ、ほんで、まあ、闇か光か。闇がいいんですよね。できればね、イデアルの火力的にも。闇 is the best。オッケーオッケーオッケー。多分抜けると思うんですよ。しかも光がいい量であるので、多分大丈夫は大丈夫だと思うんですが、まあ、普通にちょっとやってみるか、この盤面でね。エンハンスがないの心もとないっちゃ心もとないんですけども。やってみましょうか。ちょっとコンボ数もあんまりよろしく。オッケーオッケー、光の落ち込みはでかい。オッケーオッケーオッケー。ワンパンできないかな。オッケーオッケー。さすがすぎる、さすがすぎるし、盤面もまあ悪くない。欠損してない。光は5。オッケー、闇代わりだ。しかもありがたいぞ、これは。一応串灘貼るけど意味あんのかな。串灘貼っときます。コンボ傘で、ドラゴンキラーも刺さるので、光は5でつなげていこうかな。光5でつなげて、ちょっと集中します。
よし、光の打ち込み来ていいよ。頼む頼む頼む、マジでマジでここはワンパンしよう。いけ、11コンボ頼む。よし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 、いけた。オッケーオッケーオッケー、最後レイヤー武器で。あー、2シピ落ちないな最近。よし、なんとかいけましたね。編成結構ガチガチでいって十分だったかなって思いました。意外と、まあ、回復力高いんでね、耐久しながら貯めれるっていう点は何点か。イル6が出たんですよ今回。イル6耐久させてもらったんで、まあそういう風にどっかしらで、ね、耐久できるんでね、回復力高い分。皆さんもぜひ使ってみてください。スキブロックの方も優秀だと思うんでね、まあできれば2体欲しいかな。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。